シャート中。うわ、どうしたんだよその顔。ちょっとだけ悪いことしたな。いや、やべえかなこれは。まあしゃあない、明日謝ろう。今日はもうヘトヘト、帰って風呂入って寝るわ。今日は眠れそうな気がする。じゃあまた明日学校でな。あれ？あ、この学校驚いた？うちのお使いだったから。この町とか学校にはもう慣れた？本当？けど知らない場所に転校してくるって大変なんだろうね。私はこの町から出たことないから、転校ってどんな気分かわからないけど。あ、私、いつも帰り早いし、その、知恵とかとはどう？さあ、よかった。知恵ってね、すごく頼りになるの。私、いつも引っ張ってもらってる。去年も同じクラスでね、一緒にサボって遊んだりしたな。あ、そろそろ戻らなきゃ。板長と明日の打ち合わせしないと。うちの旅館、私がいないと全然ダメだから。また学校でね。お父さん、遅いな。では、今夜のトップニュース。稲葉市で起きた異常殺人の続報です。今朝7時ごろ、稲葉市の住宅街で地元高校の3年生小西咲さんが遺体で見つかった事件。警察は遺体の状況が極めて似ていることや、被害者が遺体発見者であったことなどから、先の山野アナの事件から続く連続殺人の可能性もあるとみて捜査を進めています。警察の調べによりますと、小西さんの死亡は昨晩1時過ぎ頃とみられています。ですが現場は未明から濃い霧で視界が悪く、発見が遅れたのではないかということです。また事件だね。またお父さん帰ってこなくなる。大丈夫だよ。家のことやるの手伝ってくれる？サメ川の上流に軒を構える地元随一の歴史を持つ高級温泉宿、天城屋旅館。源泉かけ流しのラドン泉の露天風呂を備え、遠方からのリピーターも多い高級旅館だ。事件後、女将が一線を退き、今はこちら、一人娘のユキコさんが代わりを務めています。言ってみれば現役女子高生女将といったところでしょうか。なんともこう惹かれる響きです。お話伺ってみましょう。すみません。私ですか？女子高生で女将ということですが。いえ、私は代役で。
でも後継ぐわけでしょ。っていうか和服色っぽいね。男性客多いでしょ。つまんない。あ、お皿洗わなきゃ。ニュースにもありました稲橋ですが、今年も頻繁に濃霧が観測されています。実はこれはここ数年見られるようになった異常気象で、原因はよく分かっていません。周辺にお住まいの方はご注意ください。今日は稲橋の事件について時間を延長してお伝えしました。まもなく午前0時です。ようこそ。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。再びお目にかかりましたな。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたは日常の中で無意識に目覚めを促され、内なる声の導く定めを選び取った。そして見事力を覚醒されたのです。これをお持ちなさい。今宵からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私どもの手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。
契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。結構。あなたが手に入れられたペルソナ、それはあなたがあなたの外側の人物と向き合った時、表に現れ出る人格、さまざまな困難と相対するため自らを鎧う覚悟の仮面とでも申しましょうか。しかもあなたのペルソナ能力はワイルド、他者とは異なる特別なものだ。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。そういわば数字のゼロのようなもの。ペルソナ能力は心を寄せる力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。コミュニティは単にペルソナを強くするためだけのものではありません。ひいてはそれはお客様を真実の光で照らす輝かしい道しるべともなっていくでしょう。あなたに覚醒したワイルドの力はいずこへ向かうことになるのか、ご一緒に旅をしてまいりましょう。では再び見えます時までごきげんよう。